第54回日本レコード大賞は2012年12月30日に新国立劇場中劇場で開催の54回目の日本レコード大賞である。第54回の大賞は AKB48 の真夏のサウンズグッドに決定した。AKB48 は2年連続2度目の受賞で2連覇は第51回のエグザイル以来3年ぶり史上6組目。 女性グループとしては史上初。また選抜メンバーの岩田カレンは史上最年少の14歳7ヶ月での受賞となった。オリコン年間シングルチャート1位及び TBS の音楽番組カウントダウン TV 年間シングルランキング1位の楽曲が2年連続で受賞となり史上初。対象受賞曲を発表したプレゼンターは日本作曲家協会会長。 政定委員長の服部勝久最優秀新人賞はイエールレオに決定した。プレゼンターは政定委員の徳良俊一。1996年第38回から16年連続で受賞式の司会を務めた坂井正明が退任。代わって2001年第43回以降から進行アナウンサーを務めてきた安住信一郎が昇格し、 荒垣結衣と共に司会を務めた。関東地区の第一部の平均視聴率は14.1%であり、第二部の平均視聴率は前回を1.7ポイント上回る16.6%、4年ぶりに時間帯主位を奪還した。この年をもってナレーションを務めていたフル健一が卒業。翌年はジョン・カビラが務めることとなった。ありがとうございます。